限定がちょっとリラックスするようなやつなので、僕らもなんかリラックス、そうですね、ちょっと肩の力抜きながら、ただ急に本店のラーメン入るとまたビシッとなるのでそのバランスがめっちゃ難しいです。確かに、まあ楽しんで、醤油ラーメンで真逆の2つを、そうですね、一緒に出してるって感じなので、面白い試みですよ。はい、お客さんも楽しんでくれてる感じはします。はい、ファイトです。ありがとうございます。